柚原の凸凹まわし。とーんと昔というてもそんなに昔のことじゃない。明治時代のことよ。須崎に虎吉という魚の行商人がおったそうな。ある年のこと、サバが大量じゃった木に塩漬けにしたり干物にして ちょっとばあ遠かったけんど、泊まりがけで山奥の梼原村へ売りに行くことになった。塩サバ、干しサバの大安売りじゃ、うまいうまいサバはいらんかよ。虎吉はこう言いながら、一軒一軒家を回って行ったが、妙なことにどの家へ行っても、間におちょります。 断られたとそこで日の暮れになっても一匹の魚も売れんき困って思案をしよると向こうの方から天秤棒を担いだ陣間がやってくる。虎吉は「どうも梼原の人は川魚だけ食べて海の魚の味を知らんに変わらん。一つあのおじやんに味を見てもろうてこうてもろうちゃろ。 とこう思ったそれで干しさ塩さを一匹ずつ見えるように紙に包んで道端に置くと隠れて様子をうかがいよった。やんがて陣間はやってくると魚の包みの前で立ち止まってじーっと覗き込むように見よったがこの飯食い目が言うて足で蹴飛ばしたそうな。吉は びっくりして飛び出していくと、おじゃんよ、わしゃすさきから魚を売りに来たが、どこちゃあでこうてくれんこりゃどうしたもんじゃろかと聞いたと、そしたらジンマは、そりゃおまん、こんなうまいもんを飯の際にして食わせてみ、若いもんならなんぼでも飯を食うき、家がつぶれらあや。という。 虎吉はほとほと困ってあの魚が商売にならんき宿屋にも泊まれんがどこぞ泊めてくれるような家はないろうかそりゃあ気の毒じゃのうオラの家でよかったら泊まれんこともないがと泊めてくれるかねそうしてもろうたら助かるけんどおまさんデコを回すかやデコを回すなら泊めちゃろ こじんまさんの言う「でこ」っちゅうのは人形のことじゃろうか。ほんならおら人形なんぞ使おたことはない。わたしゃ魚やじゃきにでこわいようまわさんけんど。とおずおず虎吉が言うと、ほんなら止めるわけにはいかんの。じんまはすげえのを言うて、スタスタ言ってしもうたと。そこで虎吉は、 一夜の宿を頼むために何軒もの宿を単ねていったがどの家でもあの陣馬と同じように「お客さんデコを回しますか回したら止めますけんど」と言うそうな虎吉はとうとうやけくそになって「回す回す」と言うたら「そんならどうぞ」と親切に家へあげてくれたそうしていろり端へ連れて行ってくれると お茶を出してくれ。しばらくするとおかみさんがたいもを竹の串に刺したもんをたくさん持ってきていろりばたに刺すと「お客さんこれをまわしもって焼いて焼けたら塩でも味噌でもえいほうをつけて食べてや」言うて出て行ったとたいもは皮をむきゆでてあったきすぐに焼けたほんならごちそうになりますぜよ。吉は 腹が減っちょったもんじゃき早速みそをつけて食べたがそのうまいこともう遠慮なくむしゃむしゃ食うたそうして腹いっぱいになってお茶を飲みよると味はどうやったかねとおかみさんが入ってきたと「こんなうまいもん初めてですら久しぶりに味道楽をさせてもらいましたおおきにいい結うさん」 虎吉はまず礼を言うてからおかみさんに「ぼつぼつでこを回しましょうか」と言うた「えまだ回しますかおかみさんが目をまろうにするきあのでこは回さんでもかまんがやろか」「お客さんおまさんなんぞ勘違いしちょりゃしませんか でこを回すいうのはさっき食べた大物を回すことよね。あれ、そうかわしゃえらい勘違いしちょったよ。大物でこならいつでも回しますきにの。<laughs> トトらキチはよかったよかったとほっと胸をなで下ろしたそうな。昔マックサルマ あ。なんか